終わりなんとクラウンくんが話し合いたいってまゆちゃんと。こんばんは。待てだ、いらっしゃい。もうキャンセルしちゃったでしょ、温泉。それであの配信したのか、まゆは。まゆの台本？クラウンくんが話し合いたいっていう。嘘だろ？あんだけアイテムもらってたのに。なんかたくまのね枠でクラウンくん話変わったよみたいなあのコメントがガーって流れてて、どういうことと思って。これたぬきが言ってた情報なんだけど、本当なのかなと思って、クラウンくんに電話して確認してみようかな。これ本当に言ってたのって。いらっしゃい。ねえ、クラウンくん、これは真由ちゃんかクラウンくんどっちか今やってるの？いや、今日なんかまゆ あ、クラウンさん、おはようございます。今ちょっと風の噂でね流れてきたんですけど、なんかまゆちゃんと話し合いたいって言ってたものって本当なんですか？話し合いますね。え、もう話し合いしないって言ってなかったでしたっけ、もうクラウン君。はい、しないのはしないって言ったんですけど。は、はい、しないって言ったんですけど、はい、まあちょっとやっぱ連絡も正直いっぱい来て。あ、連絡来てるんですか、まゆちゃんから。あ、違う違う、あの他の人から連絡取ったが来て。はい、はい、それは誰なんですか？言えない。あ、リスナーさんとかする。はい、リスナーさんとか。はい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 、はい、いや僕はどっちかっていうとまあその再復縁してほしい立場の人間なんで、はいはいはい、まあね、やっぱまゆちゃんは付き合ってた方がネタになるんで。はいはいはい、逆に彼氏いなくなって今後ネタがなくなるじゃないですか。だから俺クラーン君と仲直りしてほしいんですけど、僕からすると。まあちょっとまだ分かんないですけど。え、どうなったっていうのはまだ分かんないですけど、一応話だけは。それはまゆちゃんは了承してる感じなんですか？あ、向こうがそうする、しようみたいな。あ、まゆちゃんからしようって言ったんですか、話し合いを。そうですね、それと伝わってきて、いずれ分かったっていう。ああ、はい、
じゃあちょっと話し合いはするって感じってことですよね。そうですね。はあ、はあ、あ、だから今日なんか俺まゆちゃん言ってたんですよ。あ、でも僕言ってないですよ。その了承はまだしてなかった。あ、了承してない。はい、うん、なんで多分その様子とかちょっと分かんないですけど、あ、もう一回連絡し直すって感じですか、やっぱり。はい、うん、なるほどね。だからまゆちゃんやっぱ中村くんとはあれだって今日言われたんだ俺。あ、でも多分関係ないんじゃないかな、分かんないですけど。いや、なんか突然いつもだったら、はい、鍋の食材選びしに行こうって言ったら、あ、いいよって言うんですよ、普段はまゆちゃんって、うん、なのに突然今日突然いやちょっと無理って言い始めて、え、なんかこいつあったと思ったんですけど、今日のこれでちょっと合点がいったというか、そなたも関係ないんじゃないかね。関係ないですかね。もちろんもうその裏でやるつもりではあるんですけど、もう どんな結果でも、おうおうおう、まあでも言った言わない発生するんで、あれっすよ、言った言わない発生する、うん、例えば配信で喧嘩になったとして、いやそんなこと言ってない、いや言ったよっていう。ああ、まあそうっすよね、うん、裏でやるんだったらそれを覚悟の上でやるしかないっすよ。まあちょっとまだ分かんないですけどね、うん、ちなみにまだまゆちゃん好きなんですか、やっぱり。それもちょっとここでペラペラ喋ることじゃないかな。いや、好きか嫌いかぐらいは言っていいんじゃない。だって普段からなんかキス写真とか上げてるじゃないですか。男だったらしっかり言いましょう。好き、答えないでおきますから。僕はちょっと答えないで。あ、わかりました。じゃあ応援してますね。はい、ありがとうございます。はい、頑張ってクラウンくん。はい。じゃあね。すいません。失礼します。だからクラウンくん、まゆちゃんのこと好きなんだろうね、やっぱり。うん、まゆちゃんのこと好きだからこそ別れるって言ってるんだと思うよ。そうでしょクラウンくん、わかるよそれ。なんか好きだからこそちょっと自分の思い通りにいかなかった時に別れるっていう、俺もねそれよくねやるから、別れるじゃない、俺わかるよその気持ち。うん、好きだからこそ、台本じゃないのはわかるよ。だからあれなんでしょ、ガチでやっちゃったんだけど、もう俺と同じタイプで結構めめしいタイプというか、もううじうじタイプで、好きな女の子が自分よりもうまくいかないから、こうしろこうしろ、うん、タイミング悪かったっすね。彼女いねえ歴30年が来ようかで、やめろよ、うるせえ。ちょっと急展開だよ。急展開だから、予想以上にまゆちゃんが多分クラウンくんの手腕に引っかからなかったから、クラウンくんの女を沼らせる技みたいなの、いやそうでしょ、これ女沼らせ、これ01と言ってること同じだもん、やってること。本当に連絡来た？でもなんか今日新生眉として新眉としてね、なんかやるって言ってましたよ。なんかね、男とあんま絡まないだっけ、なんかつまらなくなりますって。なんだろうね、多分投げ心に男が増えたのかな、台本じゃない。
ブロックしてるって、じゃあクラウン君全部ブロックしてたはずだけど、ブロックか、え、ブロックしてなかったってことなのかな、じゃあ連絡が来たってことは。見たくない人は見なくていいからブロックしてます今。確かにクラウン君全ブロしてるって言ってたよね。うわー、これはなんか全ブロしてます。え、なのになんでどうやって連絡来たんですか。え、別の人リスナー自体にまだ全ブロしてる。え、連絡は何、あ、リスナーから来てるってこと。ちょ、まゆちゃんに電話してあげよう。まゆに、ちょ、こっちで連絡した方がいいわ。なんかさ、こっちさ、音量なんか、音量あれなんだよ、こっち側。見てね、ほら。ちょ、待って。ちょ、待って、山田が来たんだけど、なんか。ちょ、待って、山田。ちょっと待って、ま、山田。だ、全ブロしてるんだけど、なんかリスナーさんから来てるみたいな。もうそっとしておいてあげてよ。はぁ？あのさ、配信者やってんのにそっとしておいてあげて。配信者やめちまえよ。当たり前だろ、こんなネタ入ってきたら俺たちするに決まってんだろ。なめんじゃねえぞ、うんこ食いよ。俺たちうんこ食い、俺たちうんこ食い、ネタができたらすぐ噛みつく。多分マヨ寝てるわ、おせっかい柴田。トップグループもやめるかもって。リスナー自体に連絡が入って、まあ、話し合いに応じますよ。多分投げしさんなんだろうね。投げしさん出たよ、これ。これ山田に、山田出たらこれ座れるやつだ、これ。山田出たら、山田出たら座れるやつだ、これ。よ、いらっしゃい。あ、出産おめでとう。あれ、あ、どうも、いらねえやな、早く。お前持って、取ってこいよ、お前。じゃあ、花は？じゃあ、花は？花？もう捨てたわ、あんなの。え？って言って飾ってくれてるやろ。いや、飾ってないわ。じゃあ、じゃあ、どうすんだ、あの花。じゃあ、花持ってきて。持ってきて。まず。もうやだ、こいつ。持ってきて、ほんとに。ほんとやだ。見せて、みんなに。もうさ、月間が鼻くせんだよ、これ。玄関がもう鼻の匂いがプンプンするんだけど、玄関。俺鼻の匂いあんま好きじゃないんだよね。うん。おめでとう。出産おめでとう。あ、してねえわ。え、嘘やろ。してねえわ。え、出産したんじゃない？それ5000円もしてんで。うん、知らねえわ。あ、5500円か。うん、5500円知らねえわ。うん、飾っててな、それ。うん。はい、ここに飾っとくわ。涼しいところに置いてたら1週間くらい大丈夫やから。あ、本当に。うん。で、うん、何？いや、あの、クラウン、クラウン君。うん。うん。俺は、マユとはより戻ってないっていう考察してる。でも、まだ戻ってないと思う。多分、クラウン君結構ガチめの人だから。うん。俺も、台本とか嘘とかはないと思う。うん。できないタイプだと思う。まあ、鍋パーティーあるやん。うん。まゆちゃんも完全に吹っ切れてほんまに興味なくなったから、まあ言うたら男勢入れて鍋パーティーするわけやん。違うよ、それは。違うの？それ前から決まってた。ほんまに？うん。でも躊躇してたで、まゆちゃん。クラウン君とより戻すんやったらなしにしようみたいな。え、どういうこと？え、だから鍋パーティーが行われる時点でまゆちゃんは復縁多分ないと思う。俺は
でもね、うん、クラウンくんが、うん、話し合いするって、でまやちゃんからも来てんだって。あ、LINE が連絡、あ、違う、その全ブロックしてんだけど、リスナーさん自体に、うん、多分まやちゃん一時期さ、あのクラウンくんと多分投げ師さん多分同じだったと思うんだよ、うん、ね、多分その投げ師さんが多分クラウンくんに連絡して話し合いしてよって、話し合いしてあげてよっていう風に多分今その連絡が入ったのと思うんだよ。でクラウン君はね、多分やっぱそのね、イベント応援してくれる人だったらさ、話し合いじゃあしてみようかなってなるわけじゃん。あー、そういうことな。よし、今から前の家行くわ俺。おーい、よし行くわ。どういうこと、今日じゃないでしょ。いや行くわ。え、どういうこと。うん、それはもうあれやん、言うたら、うん、聞きに行かんと。うん、まゆちゃんと、まゆちゃんに、鍋パン明日だよ。うん、まあええやん、どうせ俺鍋パン明日やからさ。うん、どの道言うてその辺おるから、もうすぐ行くわ。うん、うん、すぐ行くわ、もうまゆちゃんち、うん、え、今からまゆちゃんち、まゆちゃん聞き出し、あ、もしかしたらクラウン君また呼び出し食らうこれ。ああ、すぐ動くわ俺。うん、クラウン君呼び出しするじゃん。クラウン君は来えへんのちゃうかな、仕事かなんか。いや、来るんじゃない。ちょっとクラウン君呼んでみる。うん、もうすぐ行くわ俺、まゆちゃんち、うん、クラウン君今から来てって、裏で話し合いずるいよって。うん、あ、そうか、今日イベラスだ。あ、間違えた、クラウン君出たのに、せっかく。うん、すぐ行くで、もうそんな、うん、うちんとこが。クラウン君、今日あのイベントラスト終わったら、うん、来ないよ。行かないです。え、行かないです。行かない、それは無理、うん、そうそう、まだ話してもないんで、そもそも。そっか、うん、でも俺たち待ってるからね、ずっとクラウン君を、うん、俺と山田で。ダメですよ、ずっと待ってる、まやちゃんちの前で。クラウン君が来るまで帰れまてん、やる、やっていい、くださいね。クラウン君、こうなること分かって配信に言ったんでしょ、話し合い。分かんない、分かんない。勝手にはって言っただけだから。それは勝手に、でもそのそれで来るんだったら、それはもう僕の土俵に乗ってます、ね。いや、それはもうもちろんクラウン君土俵に乗るよ。だとしたらもうやらないでくださいとしか言えない。それは土俵じゃない。やるんだったら頑張って配信落としに行きますよ。配信落としに行く？何をする気なのよ。チンチン出す、入れ墨出す。チンチン出す。チンチン出しに行きます。中村。チンチン出しに行く？クラウン君？チンチン出しに行く。そだら。でも本当ちょっともうやめてほしいですね。だからもう鳩全部ブロックするんで、とにかく今後。あ、わかりました。鳩はブロックと。中村くんもブロックしようか。なんでよ。あ、でもね、クラウン君無駄だよ。中村ブロックしよう、もう、うん、クラウン君無駄だよ。俺アカウント、あとね、端末2つあるから無理だよ。やめてよ、もうブロックしても意味ないんだよ。まあちょっとやめてください。もうまだそもそもまだ連絡もしてないんで。いや、でもそういう話があったら、でもね、もう山田は家の前にです、なんか待機してると。で、まやちゃんからもね、話を聞くってなってるよ今。まずだって僕らが話してからじゃないと。そうだよ、中村、お前。ああ、山田が言ったんじゃん。なんで俺のせいにすんの。俺は明日鍋パーティーやから、具材何買ったらいいか聞きに行くだけやから。それだけなの、本当に。ああ、せやで。電話でじゃあそれ済むじゃん。電話じゃ済まへんよ。意味が分かんなくない。そんなわけないやん。電話でするだろう、だってそれ。だってたかしさんは青魚あかんって言ってんねんで。うん、じゃあクラン君、じゃあ俺家で待機してるね。あ、もう風呂入って寝てください。わかりました。じゃあ一旦失礼します。すいません、失礼します。クラウン君結構ね、怒ってたね、あの声。うん、だって中村がさ、そんなガサツに踏み込むからやん。ガサツに踏み込むで、お前さ、また俺下げか。またお前俺下げだろ。恋愛マスターが聞いて呆れるよ。
お前意外にしろよお前。でもその花綺麗な。おいまた俺酒かお前。そのお花綺麗な。アモーレ山田がよ、何やってたんだお前配信しなかった時、今日一日言ってみろよ。またか、またやったか、東京でアモーレ探ししてたもんな。女の子たくさん来てたもんな、トツな。引きこもりちゃんに言いつけてやる。引きこもりちゃんに言いつけてやるからな、お前。後ろのお花綺麗な。なんや。そうで捨てるわ。なんや。え、お前負けたら飾っとけよ一週間。マジで。負けた一週間飾っててや。約束やで。見えるとこに飾ってや、それ負けたら。みんな頼むで。ただ。みんなこれ勝つぞ。負けたらあの。これ勝つで。負けたら捨てられても文句言わんわ。うん。一週間飾れよちゃんと綺麗。こんなん勝てるに決まってんじゃんさって。そんなことわからんよそんな。あ、バルーンありがとうございます。うん、あかんで、負けたら絶対飾ってね。こんなのに負けたくないんだけど俺、こんなのに。アモーレ山田に。あ、ダンスクラスかい。あ、あと、あの皆さん、あのよかったらナイスボタンタップからお願いします。これさ、ももちゃんのそのアイコン、俺それ23歳ぐらいの時のやつね。いいよ、ナイスボタンタップから200。みんな頼むよ、みんな頼むで、みんな頼むよ、みんな頼むで。あ、みゆちゃん、パンをあざすみゆちゃん、いいよ。絶対頼むで。みゆきナイス。ワイドケビナイス。みゆきいいよ。すごいいいよ。まさおくんもいいよ、さっきから。あ、頼むで、みんな。こんなのに負けちゃダメだで。みんなこんなのに負けちゃダメだで。ほんとに。カト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 。いいぞ。カト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 。絶対行くぞ。2分半からスピチャレ来るからね、また。うん。勝つぞ。ナイスハンバーガー。KP、風船、ナイス、オッケー。いいよ。いける、絶対いける。お花飾ってもらおう、うん、1週間、ちゃんと、うん、そう、5000円勝つよ、勝つよ1週間見えるとこに飾っててや、ちゃんと配信で。はい、バルーン、分かった。いいよ、バルーンも頼む、みんな飾ってもらおう。聞きたんだ、頼む、みんな、あと3分いけるよ、2分半から。ボンドリリンさん、投げて。みゆき、ありがとう。ボンドリリンさん、いいよ、ごめんか、ナイス。いいね、ナイス。みゆきいいよ、すごいよみゆき、うん、あ、無理アイテムありがとうございます。おっしゃ、KP もナイス、オッケー、いいよ、KP も。うわ、チキノコナイス。いいよ、絶対行くで、絶対行くで、ま、負けんとこな、かかってもらうな、出産祝いやから。はい、バルーンありがとう、いいよ、特命さん。アモーレばっかするやつに負けちゃダメだよ。またどうせ、ね、帰り名古屋寄ってくよ、これ。いいよ、バルーンもナイス、KP もナイス、これ絶対帰り名古屋寄ってくよ。よしか、あ、帰り、バッタケナイス、オッケー。帰りは、高橋さんと帰る。あ、オッケー、あ、ファンになった、よかった。バルバルナイス、オッケー、豚パンを渡す、オッケー、いいよ、はい、マスカットナイス、オッケー、クマナイス、オッケー、いいよ、クマ、オッケー、絶対勝てる、絶対勝てる、またアモーレしに行くよ、はい、オッケー、俺応援した方がいいよ、みんな、オッケー、飾ってもらおう、俺応援した方がいいよ、一週間飾ってもらおう、ちゃんと5000もした花やから。はい、オッケー、いいよ、バルナイス、オッケー、いいよ、絶対勝つで、バルナイス、怖いぞ、これ花飾ったらマジ収益なくなっちゃうんだから。これオッケー、バルーンナイス、オッケー、いいよ、頼むで、オッケー、いいよ、豚ナイス、オッケー、いいよ、あ、いいよ、負けないよ、絶対勝つで、バルーンナイス、オッケー、いいよ、チッチパワー出す、オッケー、いいよ、オッケー、いいよ、絶対負けないよ、クマちゃんナイス、はい、バルーンナイス、オッケー、KP もナイス、オッケー、いいよ、ストロベリーちゃんも、いいよ、サケクマナイス、絶対勝つぞ、オレバルーンナイス、いいよ、オッケー、とパワー出す、オッケー、いいよ、バブルバルナイス、芋ナイス、いいよ、芋もいいよ、バルナイス、もう負けたら、あ、ふわつきのこナイス、あ、オッケー、いいよ、絶対勝つぞ、絶対勝つぞ、オッケー、いいよ、パンチェクナイス、オッケー、いいよ、よしよし、バルーンもナイス、オッケー、コツコツキロ3と行こう、オッケー、絶対勝つぞ。山田に負けたら僕は今日配信終わります。まだ1分半あるからね、うん、山田に負けたら今日配信終わる、負けたくない、こんなやつに。パン、コツコツ、オッケー、いいよ、はい、豚もナイス、パン、コツコツ、オッケー、タチさん、いいよ、オッケーオッケー、いいよ、ゴー、焼き芋ナイス、ネズミナイス、オッケー、いいよ、ネズミナイス、はい、負けられたくない、負けたくない、この戦い、はい、いいでもナイス、オッケー、いいよ、小鳥ちゃんもいいよ、オッケー、5番ナイス、オッケー、よっしゃー、ええよ、焼き芋ナイス、焼き芋ナイス、この人いいよ、絶対勝つ、あら、みんな信じてるよ、最後1分です、オッケー、チッチナイス、みんな信じてるよ、いいよ、
バルナイスオッケーいいよ。オッケーオッケー絶対いい。あ、いい。頼むよ、信じてるよ。BGM さんナイスオッケーいいよ、ナイスファイト。いいよ、10倍来てる。オッケーオッケーオッケー、ゴー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 。ラスト40秒、ラスト40秒、痛い。信じてるよ。ナイスエムター、2個。オッケーいいよ。絶対勝つぜ。絶対勝とう。みんな信じてるからね。最後の追い込み。はい、バルーンナイスオッケー。オッケーオッケーいいよ。風船もない。チッチナイスオッケー。パワーオッケーいいよ。オッケー2倍。ラスト20秒。オッケー。ゴソゴソオッケーいいよ。いいよ。ゴソナイスいいよ。オッケー。絶対勝つぞ。はい、焼き芋ナイスオッケーいいよ。はい、チッチナイスオッケー。いや、頼むで、頼むで。ここだよ。差し込み気つけて、一気にいくぞ。ここから。ラスト10秒。はい、チッチ5倍ナイスオッケー。ここだよ。やばい。いやー、お前が、お前が、アラムの敵を。やばい。ソットバック。絶対勝つぜ。ゴー。いけいけいけ、5秒。ラスト3秒。絶対勝つぞ。やばい。タッパン。じゃあ。じゃあ中村花捨てて今から。え？今から捨てて。そしたらもういいよ。よ。まあ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 。あみゆきさん。まあ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 。あもう踏みつけてぐちゃぐちゃにして捨てて。いやまあ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 。もう踏みつけて。俺さお前みたいにね。うん。お前みたいにね動物をね。うん、稼げなくなったらハムスターも捨てるとかっていうタイプの人間じゃないから俺。捨てるって言ってない、保健所で殺処分って言っただけ。おやろお前だからどんだけお前最低なやつなんだよ。だから毎回毎回、本人にも言うてるから、うん、君は稼げなくなったら保健所だよっつって。いや本人も分かんねえだろ、山田はひどいんだよ。だから一生懸命頑張ります言うてるから、うん、山田は花火ちょうだいってあのねあの、うん、ハムスター見せて飛ばなかったら稼げないネズミだから保健所に連れてって殺処分するって言ってんだから、うん、本人にも言ってるからちゃんと。本人にも言ってる言ってる、うん、こいつほんと鬼畜だよね言うこと。でそんなん言うんやったら俺今から花取りに行くわもういや取りに来いよ、今すぐ取りに来いこの花。もうそんなんやったら取りに行くわ。いや誰に来いよこれ、お前突然なんかよくわかんない穴送られたら怖いわこっちだって。ほんまにそれでいいん？いや別にいいよ。俺中村くんがさゼウスさんに蹴られてさ破水したって聞いて、でそっから帝王切開で出産って聞いてからさなんで男なのに帝王切開からの破水すんだよ俺。いやだってそうやって鳩が言ってたもん意味わかんねえわ。元気な女の子生まれたって聞いたからさ。いや生まれてねえわ。しかも蹴られたの足だから破水なんてしねえだろ。その鳩に言ってよ、はい、知らねえわ。もうそんなやったら俺も取りに行くわ、うん、いや取りに来いよだったらマジで取りに来いよ。俺が捨てるよりかはいいよ。ほんとマジお前ってあれ女心わからんやつやな。お前男だろまず。えマジで言ってんの？いやマジでいらねえよ。いや、かわいそすぎん。お前、キャリーみたいな泣きゲーすんじゃねえよ、マジで。いや、ちょ、かわいそすぎん。キャリーみたいな。俺、ほんま、お前のことか、前のこと考えてさ。ちょ、お前さ、1ヶ月前からいらない、いらないって言ってんだわ、俺。お前に。お前に1ヶ月前からずっといらないからね。いらないからね。いらないから、マジか、持って帰ってって言ってんだよ。いや、ひど。ひどくねえわ。花って気持ちやん。花って気持ちって、別にこの気持ちいらねえよ。いや、だって、だからゼウスさんに蹴られた時にさ、あの破水したって聞いてさ、だったらお前都市ガス用のガスコンロ買ってくれよ。都市ガス用ガスコンロでさ、破水からの帝王切開でさ母子だしてないって言ってんじゃん。結構危ないって聞いたからさ。知らねえよ。危なくもねえわ。しかも危ないって言ってもあれ1ヶ月以上前だわ事件。もう終わってるだろ。心配したのに。いいわ、取りに行くわ、もうそしたら。もう取りに行こう。誰はあいつ。誰は、めっちゃだるいわ。皆さん、今回は、多分ですが、裏で付き合い始めるんじゃないかなと僕は思ってます。僕も、思ってるんですけれども、多分もう裏でお付き合いするんじゃないかなって、俺は踏んでます。まゆちゃんとクラウンくん。まゆちゃんとクラウンくんが、もう、またね、再復縁ということで。
再復縁です。たくまの時と一緒やな。そうですね、ちょっと待ってくださいね。クラスかい、どうなっても全部お出が悪い。返金するってことは復縁じゃね。え、どういうことですか皆さん、返金するって。クラウン君に遠隔された、配信始めたってこと。クラウン君、あ、配信始めてるわ。ブロされてた？どういうことですか皆さん、返金するって言ってる？返金するって言ってる？ふわって付き合ったり別れたりそんなのばっかだな。まあそうだね、まあ、TJ さんと同じだよね。だからあの TJ さんのあの芸があのもうふわっちまで蔓延してるっていう。 TJ さんもそうじゃん。 TJ さんも別れては復縁みたいなことばっかしてるじゃん。あれ別れるのかなみたいな。離婚芸と一緒にすんなよ。うん、クラウンが話したいみたいな感じだった。俺の気持ちは2分おきに変わるって。いや、マユは裏で付き合いそうじゃない。うん、クラウン君の話し始めてたじゃん今日。俺もね、マユの枠見てて思ったんだよ。なんかマユ、クラウン君の話ちょっと前向きになってたよね。マユがしっかり前向きになったのに。あー、まあね、裏ならそれでいい。優柔不断すぎる。米版がちょっと辛くて俺もコメントしたいんだけど。裏で付き合う男芸、まあ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 、そうですよね。男芸が今ちょっと流行ってますからね。前が離れないと思って強気に出てたけど前向きになったからクラウンが追いかまあ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 、そういう感じだと思うよ。中リスがブロックされまくってる。嘘でしょ。俺のリスナー、俺の枠の人たちみんなブロックされてるの。配信者の色恋興味ない。やっぱねー、ブロックされてる。うわ、ちょっとあのみんなブロックされちゃってるね。
されてない、されてた。まだまだマユをブロックしてて話もしてないけど、マユと話したい、俺の気持ちは日本気に変わるって言ってた。一気に熱が下がったから、まあ今イベント最終日だから沸かせようと思ってちょっとネタ吹っかけてきたっていうのもワンチャンあるかもしれないけどね。その可能性もない、その可能性。ちょっと今日イベント最終日だからちょっとネタを吹っかけようみたいな。いやまだ、もうあいつうざいんだけど、ポン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 人ネタ取ってこようとして、ある人から連絡来て、多分それは多分まゆちゃんにも投げてる人だし、まゆちゃんにも爆投げしてて、クラウン君にも爆投げしてた人じゃない。うん、まゆは配信分回して予定詰めまくるって言ってた。うんこちょっと取られたね。またさ、山田いちいち俺のうんこ取る。あ、花火あげる、どんつくめっちゃーん。ありがとう。また山田いち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 さ、うんこネタ取ってくよね、マジで。山田マジでいち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 。なんで山田いちいち取ってこうとするの、あいつ。山田新好き没。別れる別れないを繰り返されると愛情なくなる。でも多分クラウン君結構そういうこと やるタイプなんじゃない。すぐ別れるっていう、あれに、ゼロワンとか、多分パルちゃんと同じだよね。うん、そういうタイプじゃないの。あれ